ライフスキルがないとスキルが上がらない収入が上がらないそして幸せになれないはいこんにちはライフスキルティーチャーのミスターおかちです本音で生きるための行動習慣やライフスキルを MAX と一緒に紹介していますはい、えーまあ、簡単に自己紹介をさせていただくと、えー、僕は和歌山でライフスキルの学校を立ち上げてこれまで 1>, 1万人以上の子どもと大人にライフスキルを育む活動をしてきました、はい、その経験を通じて自分らしく生きるためには本音で生きるためには一つ大事なスキルがあることが分かったんです今日はそれを解説します音大丈夫かな、はい はい。で、普段ね、このチャンネルでは、えー、マックスくんと一緒に、本音で生きるため、自分らしく生きるための大事な行動習慣や考え方を紹介しています。良、えー、ければ、チャンネル登録ボタン、ポチッと押してもらえたら嬉しいです。えー、普段ね、SNS、つまり、インスタ、ツイッター,、えー、音声ラジオでも配信してますので、良ければ、概要欄をご覧ください。はい。ということで、やっていきたいんですけども、 えっと僕自身ね、まあ、25歳の時に人生迷ったんですよどうやって生きていこうかどうやって働いていこうか何のために生きてるんだろう何のために働いてるんだろうって今まで考えたこともなかったことを考え出したでやっぱ考えても考えても分かんなかったんですねでその時に出会ったのがライフスキルやったんですよ本音で生きるために大事なことそれ学問としてあったんですよそういうスキルがねそれが ライフスキルやったんですよ。はい。だから、僕はこれやと思ったんですよ。本音で生きるために、自分らしく生きるために、自分の力を社会で発揮するためには、ライフスキルが必要や、必要なんやと思って、会社を辞めて、アメリカの大学院で、ライフスキル教育を学んで、今、ライフスキルの学校を立ち上げたということなんです。今日はそのライフスキルを紹介するんですけど、まあ、ライフスキルって何なのかっていうと、えー、あ、ここあるね、ここね。これちょっと見えるように、見えますかね。ちょっとこう、こう立てるようにしましょう。立てるようにするには、 えっとこ,れね、この,ものやテープみたいなのを、ね、こうパッてやったらちょっと、ね、見えるね見えやすくなりましたねはいライフスキルっていうのは、えー、学校のテストでは測れない目には見えない大切な能力です えー、まあこれ非認知能力でも今言われてるんですけど、えーまあ、例えば何、えー、やろうな、えー、自己肯定感自分を信じる力であったり計画を立てる力であったり感情イライラをコントロールする力友達を作る力共感する力計画を立てる力夢を実現する力問題を解決する力これですよね。 これって学校のテストではなかったですよね。まあ友達作る力何点とか自分を信じる力何点とかなかったですよね。これがまあライフスキューなんですよ。非認知能力。目には見えへんけど大切な生きる力。えー、僕の言葉で言えばいつでもどこでも自分らしく輝く力。これがライフスキューです。で、一方もう一つえーの能力としては認知能力っていうのがあるんですよ。それは IQ や 学力などで測れる目には見える能力です、まあ、計算が速いとか漢字どれだけ覚えてるとか英語のスピーチがうまいとかあとは足が速いとかそういうことですねそうやって学校のテストでは測れますよね 50m 走何秒何とか漢字のテスト何点とかそんなのはありましたよね。 でえー、まあ世の中にはこの2つの能力があると非認知能力といわれるライフスキルとあと認知能力があるとで最近の研究でわかったことなんですけどこの学力とか勉強した専門知識とかスキルっていうのは非認知能力がななかかったらうまく社会でで活かせないんですよね、はい、どれだけ英語の力が高くても相手の感情とか読み取る力共感する力がなかったら外国人とコミュニケーションできません ね、いくら商品の知識専門知識が高かったとしてもこれ僕が言うても断られるんちゃうかとか自分に自信がなかったらその商品を進めない進めないから売れないんですよねでパフォーマンスが上がらないんですよだから自分が持ってる能力とか魅力とか専門知識を生かすも殺すもライフスキル次第なんですで近年の研究で分かったことなんですけどこのライフスキルを高めれば高めるほど将来の 学歴とか将来の年収とか幸福度が高まっていくって言われてるんですよね。だから幸せになれるかどうかもこのライフスキル次第なんです。で、もう一つ言えるのは、このライフスキルっていうのは何歳からでも身につけることができるということなんですよ。あの、ちっちゃい子供から大人まで。何歳からでも始めることができる。 ね、何歳からでも、えー、計画を立てる力であったり、えー、感情をコントロールする力であったり目標を設定そして達成していく力であったり一歩踏み出す力であったり自分を信じる力であったりこういう力っていうのは何歳からでもいつからでも高めることができるんですよそうだからですよあなたが持っている力 能力を生かすためにもこのライフスキルを身につけてほしい自分が本来持っている才能であったり本来持っている魅力そして天才性をもっともっと社会で発揮してほしいそう思っ ているからこのライフスキルを僕はやってるんですよ活動してるんですライフスキルを高める活動をしているということなんです、はいまあ、まとめると,、えー、っと幸せになれるかどうかを決めるのはこのライフスキルですよとあなたの才能とかあなたが持っている知識を生かすも殺すもライフスキル次第なんですよとでもう一つは何歳からでも身につけることができるんですよっていうことです はい。だから、やっぱりこう自分らしく輝いて生きるために、そして本音で生きるために、一緒にライフスキルを勉強していきたい。で、このチャンネルでは、ライフスキルを育むための行動習慣とか考え方とか、オリジナルのメソッドっていうのを厳選して、これから紹介していきたいと思ってます。えー、ですので、えー、自分らしく輝いて生きていきたい。周りの人も大切やけど、自分も大切にしていきたい。 そういうふうに思っている人は、ぜひチャンネル登録をしてください。ね。そしてね、今日の配信、ちょっとでもためになったなとか、楽しかったなとか、お勝ち頑張れって思う方は、高評価ボタンをポチッと押してもらったら嬉しいです。嬉しいです。はい。ということでね、まあ普段こんな感じで、まあ行動習慣とかライフスキルを紹介しているので、えー、皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。えジエンド。それではまた会いましょう。ワンダフルな一日を。バイバーイ。